どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1115話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方はお気をつけください。昨日ですね、1115話の全体の考察感想をこちらの動画で話しております。そっちもよかったら見ていってください。さあ、今週もやばかったです。救済明けでね、とんでもない情報を毎週のように、毎話毎話、最近ベガパンクさんが爆弾を落としてきますね。情報がとにかくやばいと。特に今週はもうほんと空白の100年とは一体何なのか、その核心に迫っていきましたよね。どん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 、おそらくこういうことなんじゃないか。まあ、ジョイボーイと20の王国の王たちの戦いの歴史、それがどういった感じなのかっていうところは、今までね、我々の中でも予想がね、ちょいちょいあったとは思うんですけど、またそれと別次元のとんでもない情報ですよ。世界は一度海に沈んだと。しかもなんと、空白の100年の間に200メートル海面上昇しましたよと。爆弾情報ですよ、これ。ちょっとそのあたりね、1日経って、ちょっと落ち着いたんで、深掘りできればと思いますんで、ぜひ最後までよかったら見てってください。はい、このチャンネルでは毎週ワンピースの最新話トークしてます。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。一緒に楽しんでいきましょう。ほんじゃ、行きましょい。さあ、おさらいしましょう。ちょっともうね、いろいろとここのところ、ほんとベガパンクさんやばかったですから。一体何が今発表されて、今どういったことなのか、空白の100年って、つまり今分かってるのはこういうことだよねっていうところを少しね、まとめて話せればと思います。まず、空白の100年っていうのは世界の歴史からすっぽりと抜けた空白の期間であると。で、世界政府っていうのはその空白の100年を研究することを禁じていたわけですよね。で、その始まりが900年前、で、それが明けたのが800年前と、今ルフィたちがこう生きてる中での800年前に、まあ、その期間が終わったよと。で、その100年間っていうのは、戦いの歴史だと言われていて、ジョイボーイの一団 VS 現在の世界政府。その前身であった20の王国の王たちの連合軍。この戦いであったよ、というところが分かってました。で、世界政府としては、その空白の100年を研究することは、古代兵器の復活につながってしまうから、世界を危険にさらしてしまうから、研究しちゃダメだよ、と。お腹を見せしめにしたりして、とにかく古代文字の研究とかをしちゃダメだよ、と言ってたわけですよね。で、今までっていうのはこの空白の100年が一体何なのか分かってなかったわけですよ。まあ戦いの歴史なんだろうな。まあおそらくそれが D の王国と関係してんだろうな。で、D の王国が滅んじゃったんだろうな。で、世界政府はそれを隠蔽してるんだろうな。ぐらいのね、情報で分かってたわけなんですけれども、今週出た情報によって、今までのワンピースの中で描かれてきたものがバシッと繋がってきたわけですよね。まず先ほども言った通り、ジョイボーイの軍団 VS20 の王国の王たちの連合軍。まあここが戦ってました。で、ジョイボーイっていうのは前回分かった通り、空白の100年に生きていて、とんでもない技術力を持った国に生まれていたと。で、その国っていうのはとんでもない兵器を有していたわけですよ。それっていうのが古代兵器なわけですよね。で、ジョイボーイっていうのはゴムのように伸縮する体を持ち、エルバフに伝わる太陽の神ニカのように自由な存在であって、で、初めての海賊と呼ばれたと。それは先週分かりましたね。で、そんなジョイボーイと世界政府の前身は戦っていました。で、そんな中で、古代兵器が使われたってことですよね。これ今週のことを要約すると、直近で起きた1メートルの海面上昇っていうのは、古代兵器によるものだと、ベガパンクが言ってたわけですよね、今週。人為的災害だと言ってたわけですよ。で、なんとその空白の100年の間で、古代兵器が使われました。そうすると、その100年の間で、なんと海面上昇、200メートル。100年間、わずかたった100年間で、200メートル海面が上昇したと。ほとんどの世界の大陸っていうのは、海に沈んだわけですよね。だからこそ今ある世界っていうのはかつての大陸の断片に過ぎないと。まあ氷山の一角みたいなことですよね。まあ大陸の一角ですよ。ほとんどの地面は沈んじゃって、当時は山だったような高い場所にあったところに今人々は住んでいるってことですもんね。で、その後ジョイボーイ軍の敗北があったわけですよ。今週ベガパンクさんも言ってますね。空白の100年はジョイボーイの敗北によって幕を下ろした、こう言ってるわけですよね。まあこれがどういった戦いの経緯があったか、誰がどう戦ったかっていうのはまだね、詳細はわかんないんですけど、少なくともそういう時系列ですよね。まあ戦いが起きて、で、古代兵器をおそらくイム側、まあ世界政府側が使ったんでしょう。で、それによって100年の間で、まあ、200メートル上昇したわけですよ。で、その後、ジョイボーイ軍が敗北したと。こういった流れですよね。もちろんこの古代兵器っていうのは最初はジョイボーイ側が使ってたかもしれないですしね。この現代だとイムが使って1メートル上昇したっていうのだけが今回ほぼ確定で分かりましたけど、もしかしたら空白の100年でお互いが使い合ってた可能性もありますしね、奪い合ったりとか。正確にはこの海面200メートル上昇っていうのは、ジョイボーイ側なのか、はたまた世界政府側なのか、どっちが使ったか分かんないですけど、少なくとも古代兵器を使うことによって、あのイム様がルルシアを消したあのドドドドドのような、まあその力を使うことによって、海面は200メートル上昇したわけですよね。その後ジョイボーイ側の軍団は負けてしまう。
まあ、ざっくり分かったことはこんな感じですよね。まあ、今までね、なんとなく空白の100年っていうのがぼんやり分かってたんですけど、そこのとんでもない情報が入ってきたって感じでしたね、今週は。いや、だって200メートルも海面が上がるって、もう考えらんないじゃないですか。もうほとんど沈みますよね。もう普通に日本もほとんど沈むじゃないですか。もうほんと山ぐらいでしょ。大きい山ぐらいですよね。大体の都市っていうか、まあその人が生活してる部分、まあ、ほとんど沈んじゃいますよね。確かにそうしたらね、日本も島がポン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 ってできるみたいな感じになりますもんね。まあ山の上、今でいう山間部の上だけがポン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 みたいな。で、富士山とかが大きな島になるんですかね。なんか日本だと。実際200メートルもこの海面が上昇したら、もうそれはその国もだし、まあその土地もだし、もう文化も沈むし、文献、まあ本やら何やらも沈むし、言うたら人々の命も失われてしまいますよね。それは住む場所もなくなって、争い事も起きるだろうし、もう何が起こるかっていうのがもう想像つかないぐらい、とにかくカオスな100年だったんだなっていうのはわかりますよね。だからその100年の歴史ってことですもんね。ただね、まあ今週いろいろなね、空白の100年のことは分かってきたんですけど、じゃあ実際なんで古代兵器使ったら海面上昇するのかとか、本当に古代兵器だけなのかとかね、前回のマザーフレームを作ったっていうね、ベガパンクの発言で、そこがまあ罪みたいな形でベガパンクは言ってましたもんね。なのでもしかすると、その古代兵器だけじゃなくて、マザーフレームの存在自体が世界を揺るがしてしまう、世界を海に沈めてしまう元凶かもしれないしね。あと、じゃあ具体的に古代兵器は何なのか、ウラヌスなのか、はたまた和の国の下に眠ってると言われてるけど、実はもうイムが持っているっていう可能性があるプルトンなのか、詳細っていうのはね、まだまだ見えてこない部分はいっぱいありますよね。ただとんでもないっすね、これ。いや、なんか最終章です、最終章です。イクラちゃんみたいになっちゃいます。最終章です。タラちゃんです。これはイクラちゃんではないです。タラちゃんです。やばいっすよね。なんかもう、いや、本当になんかワンピースが終わりに向かってんだっていう、本当にワンピースの根幹部分じゃないですか。空白の100年とかジョイボーイとかの話って、そのあたりがもうこれ毎話毎話直近で出てきてるんで、本当にこれはちょっと覚悟して終わりに向かっていくところを噛み締めていかないと、気づいたらもう終わっちゃいそうじゃん。あともう数年以内に終わっちゃうそうなね、感じもしますからね。そういったね、まあ、なんかちょっとわびしさ寂しさもありつつ、ただやっぱワクワクする、やっぱワンピースって面白いってなりましたよね。で、まあそんな形でベガパンクはね、空白の100年に起こったことをいろいろね、説明してはくれたんですけれども、ただその空白の100年の戦いの歴史、空白の100年に起きた巨大な戦い、まだ終わってはおらんのだ、こう言っておりましたベガパンクさん。いや、これがとんでもないことですよ。いや、今までのその空白の100年っていうのは、まあ過去のね、まあ産物というか、いや、失われた歴史であって、まあ過去にそういったことがまああったんだな、でもまあそんなにね、今のルフィたちの戦いっていうのはそんなに関係ないのかな、どうなるかなとか思ってたんですけど、鬼関係ありそうですよね。このつまり空白の100年の戦いっていうのは終わってない、で、その戦いをじゃあ終わらせるのは誰なんだ、もうこれルフィでしょ、もうそういうことですよね。だから結局やっぱルフィに繋がってくる物語って話でしょ。いくら壮大だろうが、どんなにスケールがでかくなって全世界とか巻き込もうが、やっぱりルフィなんですよ、きっと。そうですよね。まあもうそんな感じもするしね。もうジョイボーイがもうニカの能力であることはもう間違いないでしょう。ジョイボーイが帰ってきたっていうね、解放のドラムを聞いたズニーシャのリアクションとか、もう今週ね、シルエット描かれましたもんね。もう完全ニカだし。もうね、当時のジョイボーイも、まあニカの能力を使えてたんでしょう。で、ゴムのように伸縮する体を持つとかもいろいろありますから、まあジョイボーイが先代のニカの能力はもう間違いないですよね。まあそれを引き継いでるルフィですから。まあルフィ自身はね、そんな世界を背負ってるとか、そんなね、大それた話の上でね、戦ってはないですけど、あくまで友達のため、仲間のため、自分に良くしてくれた、飯をくれた人々のために、今までもね、戦ってきたし、そしてこれからもそうですよね、ルフィっていうのは。なのでこれがね、どうルフィの物語に絡んでくるのかっていうのとか、やっぱり注目ですよね。今実際、まあ、イムとルフィが戦う理由っていうのは直接的にはないわけじゃないですか。現状ね、現状。ただ、イムは、ビビを欲してるんですよね。ビビが欲しいって言って。怖っ。だってもう古代兵器持ってるわけでしょ。まあおそらく、まあ、ウラヌスなのか、まあプルトンなのかわかんないですけど、とにかくあのね、世界から島を一つ消してしまうような、あのとんでもない、まあ古代兵器ですよ。まあ今回ね、ベガパンクはもうほぼそれで言ってるんで、もう古代兵器と呼びますけど、あの古代兵器を持っていて、ルフィが今まで絡んできた国々を消そうとしたら、確かにルフィは怒りますし、イムと直接対決するね、流れにもなってきますもんね。あとはやっぱビビですよね。ビビが欲しいって言って、そのビビを狙うみたいな展開になったら、やっぱルフィはイムを許さないだろうし、イムと直接対決、つまりこの空白の100年の戦いの歴史を終わらせる流れ、そういった形になっていきますもんね。
で、空白の100年、つまり800年前に一旦まあ休止してるわけですよ、この戦いっていうのは。おそらくですけど、その時にまあ燃料か何かが切れたんでしょうね。多分その古代兵器を動かすマザーフレームのような古代兵器の動力がまあ切れたんでしょう。で、この800年間っていうのはまあそれが作れなかったから、本当だったら世界政府側はきっとこの海に沈めたいんですよね。なんで沈めたいかとかね、その辺はわかんないですけど、とにかくそういった流れですもんね、きっと。五老星もこのマザーフレーム手に入れて、ルルシア消した後、ようやくこの長い戦いも終焉を迎えるみたいな感じで五老星話してましたもんね。107巻ですね。まあルルシアをね、こう消すってなった時に、長い戦いが終焉を迎えるってね、ピーター星も言ってました。なので、あの、イムが手に入れたあの力、あれをようやく使えるようになったから、やっとこの長い戦いが終焉を迎えることになると言ってるわけですよね。なので、五老星サイド、まあ、イム側としても、やっぱもう、とっとと終わらせたかったわけですよね。この巨大な戦いを。つまり、それっていうのは多分、海に沈めるってことですもんね。なあ、いろいろ分かってきたね。この世界政府をやりたかったこととか、イムがしようとしてること。ただ、なんでそうしようとしてるかっていうのはもう、考えられないですよね。普通に考えて、だって世界中を海に沈めようとするって、悪やん。もうマジで。善か悪かってもう悪じゃん、それ。ねえ、ただベガパンクとしてはそれを悪とは言えないと言ってるんですよね。で、これが謎なんですよね。まあ、あくまでね、学者というね、その、立場上、どっちがいいか悪いかって言っちゃうと、まあ、そのね、研究に支障をきたすからっていうね、理由もあるだろうけど、ただその戦いの火種が分からぬ以上、善悪でなく、二つの思想がぶつかったと言っておくと、言ってるわけですよね。だってこれ自然災害なら分かるんですよ、まだ。自然と海が上がってきてしまうよ。だから、まあ、仕方なく生きるためにとかだったらわかるんですけど、自然災害じゃなくて、もうこれ古代兵器を使うことによる人的災害だと、今週言ってるようなもんですもんね。となったら、わざわざ沈めようとしてるわけじゃないですか。イム様サイドが。これがちょっともう、意味がわかんないですよね。まあ、完全に自分たちが安全に生きれるように、まあ、天竜人っていうその種族が生き残って、後のもう、下地民たちはもう、この世にはいらんみたいな思想ですよね。だからまあ、排他的というか、まあ、支配的な思想ですよね。いや、でもそれは、わかんないわ。わかんない。もう、いや、とはいえだろう。悪じゃん、それってね。けど、まあ、メガバンクがまあこう言ってる以上、まあ、ジョイボーイサイドにも何かしらの理由があるというか、まあ、もしかしたらその世界を滅亡に導いてしまうような結果になる思想がね、まあ、ジョイボーイサイドにもあるかもしれないですもんね。イム側から見たら。そこがまだ謎の一つですよね。で、これも来週分かってくるのかな。もうなんかもう、これ以上知ったら、頭やばいから、メガバンクさん。一旦待ってって感じですよね。一旦ちょっと待って。あの本当にあのツイッターとかでいただいたけど確かにって思ったのがあの本当ウソップみたいにあのワンピースについて知ったら死ぬ病みたいになりそう。もうこれ以上ワンピースとかこういう空白の100年ちょっともう知ったら死んじゃいそう。一旦ストップしてほしいけどね。いやー怖いわベガバンクさん。というのがまあ空白の100年周りの話ですかね。でちょっとこれ関連の話いくつか話していきたいと思います。でまあ今ね話に出たその古代兵器ですよ。まあ、あの、イムが使ったものが、まあ、間違いなく古代兵器なんでしょう。で、よくよく考えたらね、まあ、あれが古代兵器だとして、ルルシアを消した時に、まあ、海面が1メートル上昇したわけじゃないですか。で、今週分かったのが、空白の100年の間で200メートル上昇したわけですよね。で、これって、まあ、普通に算数すると、要はあの、ルルシアに打った、あの、ドドドドド、イム様砲、ドドドドド、まあ、古代兵器のドドドドド、あれ、200発ってこと?ね、空白の100年の間にあれ200発撃ったってこと?イカレポンチですよね。マジで。まあ、イム側が使ったんでしょうね、きっとね。いや、相当ですよね、それって。100年の間で200発、あれドドドドドしてるわけでしょ?やばいっすよね、冷静に考えて。で、それで思ったのは、まあ、純粋に多分200発か、まあ、あれの5倍を40発とかね。わかんない、その算数によるだろうけど。まあ、単純計算するとそういうことですよね。で、ただ気になるのが、ルシアが消えた時って、あの、穴できたじゃないですか。ただ、あの穴って、今、NS ロビンのとこしかないですよね。いや、それなんですよ。そこちょっと気になったんですよね。200発くらい撃ってたら、まあ、穴がいっぱいあるはずなんですよね。その、海中に。なんだけど、今のところ分かってんのは NS ロビンと、まあ、あそこの、ルルシアの跡ぐらいですよね。だから逆に深いところにあんのか、もう海になっちゃってすでにそこに海がこう上がってったら海底に穴があるって感じになりますもんね。あ、でも魚人島行くとき穴あったね。そこにクラーケいたもんね。だから今までの撃ってきた形跡も多分海を見ればあるってことですよね、きっと。多分今海面で分かってるのが NS ロビーとルルシアの跡ってだけで、他にもありそうですよね、その穴がね。もし他にも200発ぐらい撃ったんだとしたら、っていうことにはなるよな。
なのでその辺が気になりますよね。まあ魚人島行くときに確かに深い穴があったりだとか、海底っていうのがね、今まで出てそうで全然出てないですもんね。ああ、マジで分かってない部分多いですから。普通にこの海賊物語だったら、その海底に宝物が眠ってるみたいなのって普通にあるじゃないですか。海賊物だったら。けどワンピースってほとんどなかったんですよね、その海底を描くって。一番最初の頃にあのバギーがね、その海底の大宝を見つけようとして、結果シャンクスにね、びっくりさせられて、バラバラの実をね、食べちゃった時に、もう海底を諦めて、その海上のは全部集めてやるみたいなのを言ってたんですよね、ルフィと戦った時に。あとはほんと、だから魚人島の時ぐらいですよね。魚人島の時とか、あとシャークサブマージ3号か。サニー号についてる潜水艇ね。でもあれも5000メートル潜れるんですよね。なんかまあ、その辺とかね、また今後出てくるかもしれないですけど。まあそういった感じで、そんなに海底とか海の中ってやっぱ描かれてないですもんね。まあ悪魔の実の能力者っていうのはね、やっぱ海に嫌われるわけですから、なんとなくこの我々の思考としてもその海に何かあるみたいなのは、ぼんやりなんかね、考えてなかったですもんね。ちょっと話がね、その海の方に行きましたけど。いや、面白いですね、やっぱね。だから古代兵器によっていろいろ見えてくるものが、まだまだあるんだっていう。しかも海の中っていうのは大事なんだっていうね。で、そこでやっぱ関係してそうなのが、ラフテルよ。これやっぱラフテルマジで海の底っすか？もう本当なのそれ。俺の財宝が欲しければくれてやるぜ。探してみる。この世のセレブとそこに置いてきた。ロジャーのあのセリフよ。ちょっとね、ウィーアー版と原作版でね、ちょっとセリフが違うあのセリフですが、ただそこに置いてきたっていう表現一緒ですもんね。これそこは海の底かい？マジかいこれ。いや、今回のこの感じは、なんかやっぱそんな感じしますよね。ラフテルっていうのはやっぱあのロジャーの一団しか見つけられてないわけですよ、数百年間。で、やっぱ誰も見つけられないって、それ海の中にあったらそれ誰も見つけられないですよね。海の中に行くっていう技術力がまずないし、そもそも世界が海に沈んでるなんて思わないしね。なので、いよいよこれそんな気がしてきたなぁ。で、ラフテルっていうのは、まあおそらくジョイボーイがあの宝を残した場所ですもんね。で、まあね、そのロードポーネグリフとか、ポーネグリフを辿ってったら、ラフテルに行けるってわけですから、まあ間違いなくジョイボーイサイドの島なわけですよ。で、それが仮にですよ。じゃあ、滅んでしまった D の王国の跡地なんだとしたら、まあ海の下に沈んでてもおかしくないですもんね。海面がこう上がったことによって。で、今週描かれた、この世界を一度海に沈んだのだのコマ、ここのやっぱコマのさ、建物とかがさ、やっぱこれ近代のような古代のような近代じゃないですか、これ。伝わります？これちょっと見ていただきたいんですけど、これやっぱなんか上のこの橋の部分とかってすごいなんか近代的なさ、メカっぽいんですよね、なんか。やっぱこれが900年前のこの王国っぽいよね、これ。この今週出たやつが。で、これがやっぱね、クローバー博士が言っていたあの国にちょっと似てるし、で、ちょっと前にクロッカスさんが言ってたあの、ラフテルのあのぼんやりした霧がかったやつあるじゃないですか。12巻ぐらいで分かった。あれにも見えるしね、なんか。やっぱラフテルイコール D の王国の跡地なのかな。だとしたらもう全部繋がりますもんね。海の底だったら誰もたどり着けない。で、ロジャーだけが行けた。行く方法をまあ見つけたわけですもんね。で、ロジャーがそこに置いてきたというその発言。まさかの。いや、ダジャレっぽいけど本当なのかな。他あります？逆に。ここまでの情報が来て。ロードポーネグリフを結んだ地点に浮かび上がるって言ってるじゃないですか。それって例えばですけど、ちょっと最初思ったのはその月とかね。思ったけど、月って別にこう回ってるから、一定の場所にないじゃないですか。となるとやっぱあの星の中にあると思われますよね。ってなるとだって、地点を示して出てくるのは、もうそこになきゃダメじゃん。けどないってことはもう、海やん。って感じですよね、きっとね。ちょっとここはもちろんまだ街なんですけど、なんかやっぱ今週のこの、世界が海に沈んだっていうセリフから、なんとなくやっぱそうなんじゃないかってとこが、より濃くなってきましたよね。で、その海に沈んでいるっていうもので、やっぱここも繋がってくんじゃないかっていうのが、インペルダウンですよね。いや、インペルダウンもだからそういうことでしょ。昔あれだから地上だったってことでしょ、きっと。やばくない？だってさ、なんであんな海底に建物あんだってやっぱ思ってましたもんね。なんかまあ、ぼんやりと、まあ、そういう技術が昔あったんだろうな。まあ、なんかやろうできるのかな、とか思ってたら、もう絶対そうじゃん、これ。もともとは昔に作られた建物で地上にこう出てたんだけど、そこがもう海面上昇でブルブルってことですよね。やば！だからあんだけなんかちょっとさ、古代っぽいというか、なんとなくその、もちろん牢屋っぽいっちゃ牢屋っぽいんだけど、なんかこの、昔にできたっぽい印象もありましたもんね。この石でできた感じとか。いや、すごくない？なんかもう、怖いんだけど、もう、この小田さん。天才すぎるというか、この小田さんってやっぱ神ですよね。普通になんかもう、すごすぎて。だって何十年越しでこの構想を考えてんのっていう。
だからいろんなものはね、そう物語でね、こう膨らんで膨らんでっていうね、面白い方向へ面白い方向へってね、どん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 そのお話がね大きくなってはいるとは思うんですけど、やっぱこの根幹の部分っていうのはずっと変わってないってことですよね。多分その構想にインペルダウンがあったってことですよね、きっと。もちろん推測ですよ、これ僕の推測ですけど、やっぱ今週描かれたことからなんとなくやっぱそんな気がするじゃないですか、インペルダウンって構造上だとしたら、やっぱすごすぎるよなマジで。で確かにインペルダウンのレベル3かな、キガフロアって古代文字っぽいさ、ポーネグリフっぽいものがあるんですよね。そうだから、なんでインペルダウンに古代文字っぽいものがあるんだろうみたいなのもね、その当時話題にもねなったと思うんですけど、やっぱそういうことってことですよね。やっぱその空白の100年より前に作られた建物だからってことですよね、きっと。インペルダウンも多分繋がってきますよね。だからで、あとはその海底にあった重要なものといえばジンベエの扉絵シリーズですよね。海底遺跡ありましたよね、ジンベエの扉絵シリーズで。まあ海底にね遺跡があって、でそこでね、ワタツミがいろいろやっちゃってとか、そういった話がありましたけど、そこにもポーネグリフ隠れてましたもんね。いや、そうなんで、それも大事だよね。だからあの国も実はそのポーネグリフを有していたっていうことは、要はジョイボーイサイド側の国だったってことですよね。で、海に沈んでしまったわけですから。いや、あそこも重要な国っていう可能性が出てきますよね。もしね、その空白の100年編みたいな、その過去回想みたいになったら、その国も出てくるかもしれないしね。で、あとはもうパンゲア城よ。もういよいよパンゲア城ってワードもう鬼大事じゃん。天竜人たちが今住んでいるレッドラインの上にある、世界の中心にあるあの城の名前ですよ、パンゲア城っていうワードなんですよね。で、小田先生も SBS でパンゲア城っていうのはパンゲア超大陸からね、名前を使ってるとおっしゃってましたもんね。けどその意味は言わないとね、ちょっと濁されてたわけですよね当時。だからまあ何か意味あるだろうなって思ってたら、いよいよ超大事じゃないですか。今回大陸の断片に人々が住んでいるっていうことは、昔はいくつかの大陸があったと考えられると、ベガパンク言ってるわけですよ。つまり今よりも海は低くて、まあ、大陸があったと。で、そのパンゲア超大陸っていうのはもともと一つの大陸だったよっていう理論ですもんね。なのでそっから取ってるっていうことは、で、しかもわざわざその当時のその世界政府を発足したメンバーたちは、わざわざあの城にパンゲアっていうワードをつけてるわけですもんね。つまりだからやっぱ世界政府としてももうレッドラインだけにしようとしてるってことですよね、きっと。そしたら一つの大陸ですもんね。パンゲア大陸っていう意味になりますもんね。世界中からレッドラインのみになれば一つの大陸になるし、で、それを有しているのが天竜人、我々である。権力の孤児ってことですよね。なんかそういった意味合いで当時の天竜人もつけてそうだよな。もちろん今のね、僕の想像妄想ですけど、でも結果的にそれってパンゲア大陸っていう、や我々が知ってるワードと、そのワンピース界のパンゲアっていうワードがリンクしますもんね。で、小田さんもそれあえてそこから取ってるだろうし、要は一つの超大陸っていうところからつなげるとすると、なんとなくそういった形になってくるのかなっていうのも見えてきますよね。うわー、だってそしたらほんとそうじゃん。だってさ、他の島々消したらさ、一つの大陸しか残んないじゃん。残るとしたらさ、ってレッドラインだもんね。レッドラインって相当高いですからね。だからレッドライン以外は全部海にしちゃろうって。うわぁ、ありえそう。怖っ。で、あとちょっとね、まだまだその疑問はいっぱいあるんですけど、ちょっとざっと、ちょっと長くなっちゃったんで話しますけど、いや、グランドラインよ。これグランドラインってどういうことなんっていうところにも繋がってきますよね。いや、グランドラインって今もう島が点々点々点々ってあるわけじゃないですか。で、それ海がこう沈んだら、要は一つの大陸だった可能性があるわけですよね。もしかしたらグランドラインも、実はこうレッドラインにこうクロスしてるっていう今の状況が、あれ大陸だった可能性ありますよね。なんかそれも可能性あるよね。だからグランドラインの元の形状、それが気になるところですよね。で、なんで逆にレッドラインだけがちゃんとしててグランドラインはないのとか、あそこだけなんで海なのとか。で、そうなるとやっぱカームベルトも気になるじゃん。あれ、なんでっていう。なんでそういう風が起きない海域が生まれてんのっていう。もしかするとこのね、今回ベガパンクが言ったさ、この空白の100年にやっぱ絡んでる可能性あるじゃないですか。この今のこの星の地形が成り立つ原因ですもんね、これっていうのが。この当時古代兵器を使ったことによるこの空白の100年で起きた海面上昇による今の地形のこの形ですもんね。もちろんね、この海面上昇自体はベガパンクが言うように人為的災害なんですけど、もちろんそれ以外でね、普通に天変地異が起きてっていうのもまだまだね、可能性としてはあるかもしれないんですけど、ただでも現状やっぱこの古代兵器によるものだよな。だからグランドラインもこれドゥンドゥンってこう消してったのかな。要はデカ穴みたいな、全部デカ穴みたいなね。だから海にももちろん沈むんだけど、そもそももう大陸自体削って島にしてみたいな、なんかそういうことなんかな。型抜きみたいなね、もうほんとクッキーの型抜きみたいにこうやってさ、いや、ありえますよね。だから何があったかっていうのは、そこはやっぱ気になる。グランドライン、カーブベルトあたり。となると、いよいよ、やっぱレッドラインですよね。レッドラインは何だ？あれ何なの？レッドラインって。マジで。あれ、そもそも最初からある自然の大陸なの？それとも逆なの？いや、この古代兵器を使うことによって、ドゥーンってここで使ったら、レッドラインがニョキって伸びるみたいな。
この、どっかを押したら、この、横を押したら縦がグンって伸びるみたいな。この星をね、こう、球面ギュッて、ドンドンドンってやったらギュッてなるから、ここがボーンってなるみたいな。そんな、そんなボールと一緒みたいな。いや、でもあり得るか、それも。古代兵器使うことによってね、押された大陸がニュッて出るっていう。本当に。ふざけてってるけど、マジなことありますよね。もう何があってもおかしくないじゃん、今。でもなんかそういうことじゃないと、だって、成り立たない気もするんだよな、あれ。いや、逆か。もっと、いや、でも違う。じゃあ、この辺どう思います？レッドライン。ね、レッドラインの成り立ち。あれね、ワンチャンそのさ、能力によってできたっていうね、なんか説も当時あったじゃないですか。なんか我々も話した気がするな。ワンチャンね、その、例えばですけど、その、しましまのみの能力とかね、ピザロとかね、の前任者がね、ぐわーって やればさ、なんかできるかもしんないじゃないですか。とかね、思ったりもしたんですけど、これ全然古代兵器とか、この空白の100年がやっぱ絡むパターンな気はしてきましたよね、より一層。レッドラインの成り立ちに関しても。まあ、多分この辺ね、まあ、またね、多分今後ね、この辺りっていうのは出るんだろうけど、気になることがより一層増えましたよね。はい、今日はそんな感じでございます。ちょっと、とんでもない回でした。来週どうなるかな？来週ありますよ、皆さん。あるのも怖いんだけど、もう心の準備が。来週もこの爆弾来たらもうやばいな。これどこまで言うかだよね、マジメガバンクが。怖え。怖えけど、寂しいけど、ワクワクして楽しんでいきましょう。ちょっと来週もね。はい、そんな感じでした。今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、高評価お願いしまーす。次も見てね。明日も楽しみ。またね。メガバンクさんも怖いです。怖いです。前向いて、ワン、ツー、スリー、フォー、あって、ワン、ツー、スリー、全力で、まっすぐに。